皆様こんにちは。今回はもう6月が終わるので上半期のベストコスメを紹介していきたいと思います。で、年の終わりにベストコスメ紹介してるんですけど、そこに出したものはあんまり出さないようにしてます。もう殿堂入りのものとかはあるので、リアルテクニクスのスポンジとかバターブロンザーとかはもうなくてはならないものなので、1月から6月の間に買い始めて、でもうなくてはならないっていう紹介していきたいと思います。でちょっと曇ってきて暗いんですけど、早速紹介していきたいと思います。ベース部門はこれです。下地、イヴ・サンローランのラディアントタッチブラープライマーです。もうこれは友達がおすすめしてくれたんですけど、これを使うようになってからもうベースメイクの仕上がりが全然違くって、本当に肌がすべて均等になって綺麗にファンデーションが乗るようになって、すごくすごく気に入ってます。むしろもうこれ以外の下地とかもまあ使うこともあるんですけど、保湿系の下地とか使うときはこれじゃない下地とかも使うんですけど、やっぱりこれの仕上がりには勝てないので、これも結構もう手放せないかなって思います。まあ強いて言うなら SPF が入ってないので、日焼け、今の時期の日焼けのあれはまた別で日焼け止め塗ってからやんなきゃいけないっていう点があるんですけれども、それでもこれが1位です。1位っていうかベストコスメです。はい、ベースメイクはこれ、ケイトのシークレットスキンメーカーゼロ。厚塗り感がないのにカバー力があって、一度塗りでしっかりカバーしてくれるってやつで、私は04番を使っているんですけども、もう本当にカバー力がすごいっていう感じで気に入ってます。私はすごいそばかすがあるんですけど、やっぱり何度も何度も隠そうとして塗る厚塗り感がすごい出ちゃって、で完全にこれはもう隠れるものではなくって、薄くできればいいかなっていう感じなので、でこれだと本当厚塗り感が出なくって、他のファンデーションを使っていろいろ重ねた後と同じぐらいの消してくれるので、その点すごい好きです。はい、で一度塗りでいいのでコスパもいいし、これはすごくお気に入りなファンデーションです。まあ厚塗りが嫌いな方とかは好き嫌いが分かれちゃうと思うんですけど、私はすごく好きです。で、こいつ上半期ちょっとベース系が多いんですけど、これローラメルシエのキャンドルグローパーフェクティングパウダーの1番です。はい、こんな感じで、もうこの見る限りでもうツヤっとしてるのが分かるんですけど、私は最近はベビーパウダーでテカりやすいところを抑えてから全体的にこれをつけてます。そうすると本当に自然なツヤで、リキッドだけで仕上げたみたいなツヤが出るんですよ。こんな感じで、でもベタついてなくてサラサラしっとりしてます。なのでちょっとこれはなくなったら困るパウダーです。大好きです。色展開もあるので、はい、ぜひこれを使っていただきたいパウダーですね。はい、冬でも全然使えると思うので大好きです。アイメイク、リップに移ります。アイメイク部門はまずこちら、カラーポップのスーパーショックシャドウのマットのタイプの、ここに入れておきますね。これはお気に入りでも紹介したと思うんですけど、この色が絶妙で、クリースにすごいいいんですよ。クリースに入れるのにこういう、なんか他の色を全然邪魔しない色で、もう塗ってるか塗ってないかあんまわからないぐらいの色なんですけど、本当に他の色を邪魔しなくって、なんといっても使いやすい。なのでどの色のアイシャドウを使うときもこれをまず仕込むことが多かったです。でクリスに入れてちょっと深みをまぶたに出してから、アイシャドウの他のアイシャドウをのせるっていう感じで使ってるんですけど、すごいすごい使いやすい。まあ、カラーポップのアイシャドウは他のラメ感の強い
グリッターシャドウみたいなのも私は大好きなんですけど、なんですかね、なんか影の優秀な人はい、こういう感じで、まあ、カラーポップの特有の粉質がしっとりしてるので、しっかりまぶたにくっついてくれてめっちゃいいです。むしろこれを、これがないと、あの他にパレットでこれに似た色を探さなきゃいけなくて、もうめんどくさいので、これは必ずポーチには入れるようにしてましたし、これからもポーチには入れ続けると思います。はい、で次アイシャドウはこれです。エクセルのスキニーリッチシャドウ。色はまあ私がたまたまこれを最初に買って気に入ったのでこれを買ったってだけなんですけど、何が好きかって、もうこの粉質がすごい好きで、しっとりしてるんですよ、プチプラなのに。で特に一番好きなのが、もうボロボロなんですけど、この上のハイライトカラー、眉下にホワイトのハイライトカラーを入れるのが好きっていうか、その方がメリハリが出て好きなんですけど、他のプチプラのアイシャドウとかを使うと、もう白浮きっていうかしちゃって、その調節するのが結構大変なんです。私の肌色的にも、私の肌色もあると思うんですけど、なのでちょっとハイライトをのせてたんですけど、やっぱりパレットにどうしても一色はこういう明るいカラーがあって、全部私は使えないので残っちゃったりしてたんですけど、これはもうここが一番初めに底見えするぐらい使ってました。何が、もうこう、わかりますかね？本当にハイライトみたいな、このツヤ。で、こう乗せるとすごい光に当たるとキラーンって光ってくれて、馴染ませると、もうハイライトみたいな、本当に。で、こことかに塗っても全然良さそうなぐらい。いいもので、それに感動して私は気に入ってもう一色買いました。まあこの色によってここの色が違ったりするんですけど、でもこれは大好きで、もう毎日メイクには欠かせないアイシャドウでした。はい、で次、じゃじゃじゃーん、もう絶対これ出るだろうって思った方いると思うんですけども、それぐらい紹介しまくってるんですけど、タッチインソールのこのアイシャドウで、特にマーガレットが一番大好きです。この赤っぽい色、全色好きなんですけど、特に一番好きなのはこの色。この1本だけでもうメイクして出かけられるぐらい綺麗で、これ使ってるともういろんな人にそのキラキラどこのって聞かれるんですけど、それぐらい本当に綺麗です。もう動画とかでも紹介しまくってるんですけど、色味はもうこんな感じ。リキッドだけだとこういう感じの、もうメタリックって感じで、ラメパウダー。ラメパウダーがちょっとふわふわしてるので、取り扱い注意なんですけど、こういう感じで今ちょこんと乗せて、ちょちょちょんってなじませると、もうギラギラになるんですよ。すごいギラギラ。で、結構、あの私の動画を見て買ったよっていう報告をインスタとかツイッターとかでもいただいて、すごい嬉しくって、皆さんやっぱキラキラ好きの方には絶対使ってもらいたいアイシャドウです。ハワイ行った時にセフォラで見つけて、でまあその全然知らないブランドだったので買わずにいて、日本帰ってきてアマゾン見ててこれを見つけて買ってみたら、もう大当たりっていう感じで、で今全然日本のプラザとかかな、そういう感じのコスメのお店それ買えるので、ぜひ使ったことない方は、でキラキラが大好きな方は絶対使ってほしいです。このリキッドとこれを合わせるので密着度がすごくって全然落ちないのでおすすめです。はい、大好き。これはマスカラ部門、これヒロインメイクの第3のマスカラなんですけど、ボリューム&カールマスカラアドバンストフィルム。これはブラウンで、ブラックに感動して、もう使い切っちゃったので、今ブラウンしかないんですけど、本当にこれは感動しました。もうカール力、あ、今日は違うの使ってるんですけど、カールキープ力が他のとはもう比べ物にならないです。下地をつけてマスカラ塗ったぐらいのカールキープ力。
で全然下がってこないし、なのにお湯落ちっていういいところしか詰まってないものです。まあでも強いて言うなら、私は下地を塗った後にボリュームをつけるぐらいのもうがっつりまつげが好きなので、これはボリュームって言ってるんですけど、私的にはちょっと綺麗なセパレートができるまつげに仕上がって物足りない時もあるんですけど、でもこれ1本で済んじゃうっていうのがもう大好きなんです。これは驚きコスメです。リッパー2種類あるんですけど、まあ似たような感じなんで一気に紹介します。これです。もうまずこっちからもうないんですよ、ほんと使い切りに等しいぐらいなんですけど、これはアイスキンのリップアディクトで、プランパー代わりになるやつで、美容液がたっぷり入ってて、ほんと塗ると唇の縦じわがなくなって唇をプルンと見せてくれるやつです。ディオールのマキシマイザーみたいな感じのやつなんですけど、ほんとにスースーピリピリが一番強いやつかなって思います。で、この香りがメンソールみたいな、ミントみたいな香りがして、ほんとガム食べてるみたいな感じの香りがする爽やかなやつで大好きです。で、それと同じ今つけてるんですけど、これがラシャスリップスのやつの328番です。こっちはもう本当に高い、8000円とか、私楽天で買って8000円とか、元1万円ぐらいかな、ちょっとここに書いておくんですけど。で、このアイスキーの方も6000円、結構クリニック、美容系のクリニックとかそういうところで売られてるやつなんですけど、私は楽天で買いました。もうこのプルプル感とスースー感とピリピリ感がすごいやみつきになって、プランパー大好きな私にとっては本当出会えてよかったなっていうリップです。で、この2本どちらも色展開が結構あって、オレンジ、ピンク、赤とかいろんな色があったので、1本で完結するのと、私は特にこのクリアが、あ、本当はこれクリアなんですコーラルリップに合わせてつけてたらこういう色になっちゃったんですけど、はい、クリアがおすすめです。下地として使っても上から塗っても大丈夫なので、クリアがおすすめです。はい、こんな感じで上半期もうこれがなくてはならない、代わりのものを探すのがちょっと大変っていう、あの基準で選びました。で、プチプラ系のものとか、ちょっとお高めのものとかもあるんですけど、本当におすすめなので、ぜひぜひ参考になれば嬉しいです。皆様の上半期のベストコスメも教えてください。はい、最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。